角田貝塚史跡公園復元住居角田貝塚は、岡山県瀬戸内市にある、弥生時代から、鎌倉時代までの大規模な集落遺跡であり、特に、弥生時代の貝塚を伴う集落遺跡。1985年3月6日、国の史跡に指定された。角田貝塚本貝塚は、吉井川東岸に位置し、吉井川の形成した自然堤防上にある。 1933年地元の郷土市や長瀬香織により確認された。1950年以来研究者による発掘調査が行われていた。1962年より奥町教育委員会による調査が行われ、1966年には岡山県教育委員会による発掘調査が行われた。1982年資料整備や遺跡範囲の 確認のため県の発掘調査が実施され、弥生時代前期から中世にかけての大規模な複合遺跡であることが判明した。また、弥生時代前期の貝塚を伴う集落遺跡であることも分かった。瀬戸内市民図書館も見は広場にある貝塚断面の剥ぎ取り展示最初の発見者である長瀬香織は1936年に奥考古館を開き発掘品を展示していた。 奥高古館の展示品、発掘調査による出土品は、瀬戸内市立奥郷土資料館に収蔵、展示されていたが、現在は閉館している。遺跡は1985年国の史跡に指定された。1998年門殿海塚史跡公園として、整備され、弥生式建て穴住居が2棟復元された。その際に、 奥町教育委員会による史跡門伝貝塚環境整備事業報告書が刊行されている。遺跡の中心部分は標高約2.4メートルで東西約100メートル南北約50メートルの範囲に広がり、貝塚をはじめとする弥生時代の前期の遺構や遺物が出土している。前期遺跡では4から5メートル幅の溝が数常発掘され、 溝の中から肺がいマトしじみハマグリカキなどの貝殻が多数検出している。また、イノシシシカタヌキ、鳥、魚などの重骨や骨格器も見つかっている。門伝式と呼ばれる前期後半の弥生時が出土しており、瓶の中からはもみの跡も確認されている。門伝式時は、瀬戸内海沿岸地方の年代測定を行う場合の指標となっている。中期になると、 住居跡が確認でき、縦穴式住居が営まれていたことがわかる。また、壺、瓶、製塩土器や石器、薄玉が出土し、製塩が行われていたことが確認できる。古墳時代にかけても、同様の生活様式が営まれていた。掘った手柱建物の跡が確認されており、大きな建物が存在していたようである。焼き物の硯も出土しており、 役所跡ではないかと推察されている。また、近畿地方で作られた、緑油陶器が出土している。建物の柱穴や井戸が確認された。中国製磁器、近畿製瓦、末器、弾器、備前焼器など、多数の陶磁器が出土している。ありがとうございます。